ルーマニアのチャウシェスク大統領と、東独訪問の時、ベルリン空港で、ホーネッカー SED 第一初期、ウルブリヒト国家評議会議長に挟まれたフサーク、グスターフフサークは、チェコスロバキア共産党、第一初期、大統領。1933年、スロバキア共産党に入党。第二次世界大戦中の1944年、 ナチスドイツ及びその傀儡国家であったヨゼフティソが統治する独立スロバキアに対するスロバキア国民放棄に参加。戦後、スロバキア共産党の指導者として1948年の共産党体制成立に貢献するが、地頭主義者、シオニスト、民族主義者に対する粛清が猛威を振るった1950年代にブルジョワ民族主義を理由に 終身刑を宣告される。1963年名誉回復措置により、釈放。1968年の、いわゆる、プラハの春の時期に政界に復帰し、4月に成立した、オルドジフチェルニーク内閣で連邦化問題を担当する副首相となるなど、改革派の一人と見られていた。しかし、8月の軍事介入後、次第に改革派から距離を置き、 ソ連の信頼を勝ち取り、1969年4月、アレクサンジェル・ドゥプチェクに代わって、当第一初期に就任。改革勢力や反体制派に対する弾圧を強め、正常化体制路線を進める。1980年代後半、ミハイル・ゴルバチョフの登場によって、国内でも改革を求める機運が高まる中、第一初期の地位をミロシュやケッシュに譲り、 批判を和らげようとするが、1989年11月のビロード革命後に大統領を辞任、翌年には党を除名された。2年後の1991年11月18日、死去。ありがとうございます。